東武200系電車、東武200系電車、東武200系電車は、1991年、平成3年2月1日より運用を開始した、東武鉄道の電車、特急系車両である。急行、両毛用として運用された1800系の置き換え目的で導入され、1800系の代替完了後に、両毛は特急列車に格上げされている。本では、 200系と用途並びに、車体構造、外観は同一ながら、主要機器の仕様が異なる250系電車についても、記述する。従来1800系によって運行されていた、急行列車、両網は、運行開始以来赤木、伊勢崎方面と都心部を直結する、通勤、観光列車として、年々需要が増大し、東部においてもそれら需要に応えるべく、 運行本数増など輸送力増強が図られた。また、1984年、昭和59年8月のダイヤ改正以降は、速達需要への高まりからスピードアップも行われ、運行ダイヤ上の運転最高速度が時速 105km に引き上げられた。量も1 8 0 0系で継続運用した場合、これ以上のスピードアップは同系列の性能上困難であり、 また将来的に検討されていた両毛の特急列車格上げに関連して、接客設備面並びに性能面において1800系を上回る新型車両が必要とされたことから、設計、製造されたものが200系である。1990年、平成2年11月から1998年、平成10年1月にかけて6両編成9本、計54両が、 東急車両製造、アルナ工機において製造された。200系の製造に際しては、構えからだは大枠より申請したものの、台車、手電動機など一部の主要機器については、当時100系、スペーシアの増備に伴って代替が進行していた1700系、1720系、DRC の解体発生品を流用しており、本系列は全車とも1700系、1720、 形の車体更新名義で巡工している。さらに1998年、平成10年2月には6両編成1本が、増備された。主要機器の流用元であった1700千1720系は旧編成54両しか在籍しておらず、すでに機器流用元が不定していたことから、増備編成については、主要機器を含めて完全申請され、250系と、 別形式に区分された。搭載する主要機器については、設計段階では1800系の機器を流用する計画であったが、これを中止し、当時増備が進められていた3万系、通勤系電車と同一の機器、すなわち VVVF インバータ制御や、ボルスタレス台車といった、当時の最新技術を採用したため、200系とは仕様が全く異なる。 同編成の落成に伴って1800系は、両毛運用より完全撤退し、両毛はすべて200系、250系によって統一され、翌1999年、平成11年3月のダイヤ改正において、両毛は、急行列車から特急列車に格上げされた。構えからだは、耐久性に考慮して、耐候性後半を用いた全校生車体である。 前頭部形状は100系同様に流線型ながら3次元曲線を多用しソフトな感覚を演出した100系とは異なり、シャープさとスピード感を演出した直線基調のデザインとなった。前面窓は1枚の大型曲面ガラスによって構成され、直下には全焦灯と発光ダイオード、LED 式の後部標識灯を一つのケースに収めたライトユニットが 左右二箇所に埋め込み配置されている。前面用部には LED 式の通過標識灯が同じく左右二箇所に配置され、1 8 0 0系で設置された電照式列車相性表示器は本系列においては省略された。全照灯については2 0 0系2 0 1から206、編成は通常のシールドビームが採用されたが、1997年、 平成9年2月に竣工した207編成以降においては HID 式高機動放電灯、HID ランプに改良され250系においても踏襲された。なお207編成のみは落成当初ライトユニット内部が白く塗装されていたが営業運転開始までにた編成同様に黒く塗装された。車体長は 中間車が 19310mm、全長2万 mm であるのに対し、先頭車は 2510mm、全長2万 1300mm と異なる。これは、先頭車においては、前頭部を流線形状とした都合上、中間車と比較して先頭部側の台車中心部から、車端部側ミリメートルか前体を延長したことによるもので、台車中心間隔。 ボギーセンター間隔については、先頭車、中間車とも 13,600mm で統一されている。車体塗装は、ジャスミンホワイトを基調に、車体膜イタブ、腰イタブ、そ部に、両毛のシンボルカラーである、ローズレッドの帯が入る。また、腰イタブのローズレッド帯については、上部が黒の細線で縁取られ、アクセントとしている。窓周りについては、 黒塗りとして100系のイメージを踏襲するとともに、引き締まった印象を与えるものとした。さらに、編成両端の先頭車2両については、連結面より側面中央部に、両も、その下に、トブリミテッドエクスプレス、1999年3月までは、東部エクスプレスと赤文字で描かれたロゴが重複されている。また、2016年、 平成28年6月17日より200系、車両1編成、208編成を、有効鉄道協定を締結している、台湾鉄路管理局、広し有う号のテーム2000型に合わせた塗装にし、共通デザインの記念エンブレムも掲出での運行を開始した。側面窓は幅 1570mm、一部 785mm、 高さ 800mm の複層型一枚窓で、客用扉は 900mm 幅の型回避を各社、片側1箇所備えるが、編成4号車に相当する中間車も、派200から3型並びにも派250から3型のみは、1800系と同等の編成定員を確保する目的から客用扉が省略された。業務用扉も含めて側面に、 扉が全くない旅客用電車の誕生は日本国内においては初の事例であった。207編成以降においては内装にバリアフリー対策が盛り込まれたことに伴い、編成3号車に相当する中間車も、波200から4型並びにも波250から4型の客用扉幅が1000ミリメートルに拡幅されるとともに、車体中央寄りに移設され、隣接する。 側面窓が 785mm 幅に縮小された。これら仕様変更は201から206編成についても1998年、平成10年までに追加改造が実施され、全編成とも仕様が統一された。行き先、種別表示器は前述もは200から3型並びにもは250から3型を除く各社の側面膜板部に設置され、 200K201 から206編成は、膜式のものを、207編成以降と 250K は、LED 式のものをそれぞれ装備する。また、前述207編成より、連結面転落防止ホ護が落成当初より設置され、後に201から206編成にも新設された。客用扉と客室間を仕切るデッキを備え、デッキ部の引き扉は、客用扉側からは、 タッチ式スイッチ操作によって、客室側からはセンサーによって、回避動作を行う、自動開閉扉である。座席は、リクライニング機構を備えた、回転式、クロスシート仕様である。座席券込部に、足掛かり、フットレストが設置され、窓側壁部には、大型の折りたたみ式テーブルが設置された。座席間隔、シートピッチは 985mm で18、1800。 系と比較して 25mm 拡大されている。座席間隔拡大に伴って1800系と比較して車両1両あたりの座席数が減少したことから、前述のように編成4号車に相当する中間車も、波200から3型並びにも波250から3型については客用扉を設置せず、1編成あたりの定員については1800系と同等とするよう工夫が凝らされた。 座席については、200系201.20に207 20から209、編成及び250系251編成は、新品を、203から206編成は1700系、1720系の解体発生品を整備の上で流用したものをそれぞれ装備する。流用品の座席は、新品の座席と比較して、肘掛け部の形状が異なるほか、 リクライニング機構についても新品が油圧ダンパーを用いた無段階角度調整式、フリーストップ式であるのに対し、流用品は調整角度が三段階に限定された座面電動型角度調整式である点が相違する。車内壁部は 100K で用いられたものと同一柄のアルミデコライタが採用されたが、座席もケット表皮並びにカーテンについては外装色との調和を考慮して、 ローズレッド系の配色となったことが特徴である。車内窓部はガラス繊維強化プラスチック GFRP 製の一体成型カバーで覆われており、窓状のカーテンカバー部には AMFM ラジオ放送の車内、再復写用アンテナが内蔵された。また、各所のデッキ扉上部には車内設備を表すピクトサインのほか、LED スクロール表示式の車内、案内表示装置が設置され、 案内表示装置と連動した自動放送装置も併設した。トイレはいずれも和式で、もは200から1系6号車もは200から4系3号車、およびもは200から6系1号車の3箇所に設置された。1 0 0とは異なり独立した洗面所は設置されておらず、トイレの向かい側には清涼飲料水の自動販売機が設置されている。 その他、モハ200から 4K3 号車には、テレホンカード専用車内電話が設置されていたが、網が停下のため2012年3月31日で撤去された。200K207 編成以降においては、前述のように内装にバリアフリー対策が盛り込まれた。モハ200から 4K3 号車の客用、扉より最前列の座席を、 従来の4列配置から2列配置に変更して、車椅子スペースを新設し、デッキ部引き扉の拡幅並びに、デッキ面積の拡大が実施されたほか、3号車の車内トイレは、車椅子対応の様式に変更された。様式トイレ内には、ベビーベッドが新設され、トイレ引き扉は、おしぼたん式の電動自動開閉扉となっている。その他、客室にぶお及び各トイレ内に、 空気清浄機を新設し、汚物処理装置が従来の循環式から真空式に変更されたほか、デッキ部、貫通ロブの自動開閉扉の動作方式が空気式から電動式に改良された。この結果、3号車の座席定員は従来の64人から58人に減少した。これらバリアフリー対策を含む改良点については250。 計251編成においても踏襲されたほか、201から206編成についても改造工事が実施され、全編成とも三号車の座席定員は58人で、統一された。2014年12月に 206F の座席が、新しいものに交換され、またフットレストは省略された。前述のように、200系は1700系、1720系、以下。 タネシャとシルスの解体発生品を250系は3万系において採用実績を有する完全新製品を搭載し編成構成も200系が全電動車方式の 6M 編成250系が MT 比を1、1とした 3M3T 編成とそれぞれ異なる。また、各主用機器については特筆なき限り日立製作所製の製品である。 バーニア式電動化無軸超多段抵抗制御装置 VMCHTR-10H と堺自転カレージ制御装置を申請してモハ200から 2K、3K、5型に搭載する。これらの組み合わせにより、工述のように 200K では種車より流用した直流直巻電動機を搭載しつつ常用制度の改正制度化と 低速運転制御を実現している。なお、東部における境時点カレージ制御の採用例は、200系が唯一である。イベット素子を用いた VVVF インバータ制御装置、レフィー HR-1420B を、ハ二250から2系、マナス3系、マナス5型に搭載する。同種制御機は3万系において採用されたものと、同一機種であるが、 制御ソフトウェアの調整によって、軌道加速度、加速特性等は200系と極力合わせたものとなっている。種車社より流用した、東洋電気製造製の補強化保証巻線付直流直巻電動機、TDK-824A、1時間定格出力 75kW を1両あたり4機搭載する。駆動装置は、中空軸平行、カルダン、 東洋電気製造、KD-212A、歯車比は、種車同様に3.75,75,20と、ハイ気ヤードな設定となっており、同歯車比設定時の前回時定格速度は、時速 66km に達する。参照交流加護型誘導電動機 TM-95、定格出力 190kW を、電動車1両あたり4機搭載する。 同種電動機も3万系において採用されたものと同一機種であるが250系の特急用車両としての用途を考慮して歯車比が3万系の7.079914に対して5.289518と設定が変更された駆動装置は TD 継手式中実軸平行カルダンである種車より流用した 住友金属工業製の FS-370A、社内形式 TRS-67MA を装着する。同台車は枕羽根にベローズ型の空気羽根を採用し、枕羽根部の構造を外吊り揺れ枕式とした古典的な設計を採用する空気羽根台車である。200KA の流用に際しては軸箱支持部を S, S 型民電方式から U 型ゴムブッシュを併用した SU 民電方式に改良し、その他、軸受け、ベアリング部の密封コロ軸受け構造、RCC 化、車輪のステンレス製防音リング併用一体のベア図、波打ち車輪化などが施行された。住友金属工業製のモノリンク式軸箱指示、ボルスタレス台車 SS-151、車内形式。 trs-96m 電動車用台車 ss-051 車内定式 trs-96t 制御車付随車用台車を装着する3万系の装着する ss-138.038 車内定式 trs-95m95t 同様に基礎制動装置がユニット化され基本設計も同一であるが SS-151.051 台車においては高速運転時の走行安定性、向上目的で陽断波が新設された点が異なる。種車より流用した電磁直通ブレーキ装置 HSC をベースに常用制度に改正制度を併用し、非常制度時には発電制度を併用する HSCDR である。2 0 0への流用に際しては、 フラット発生防止の観点から、大荷重装置が新設されたほか、勾配線区入線時に用いるそもそも速制動、低速制御連動型、降雪時に用いる抑圧制動機能も備える。常用制動を改正制動優先とし、T 車遅れ、米制御を実装した、電気指令空気ブレーキ、ハーマイナス -2 で、200系同様に、大荷重装置、そもそも速制動。 低速制御連動型、抑圧制度を備えるほか、非常制度時に動作する増圧機構が追加された。200系201から206編成は、東洋電気製造製の下枠交差系パンタグラフ PT-80002 を、モハ200から2系、マイナス4系、マイナス5型に1両、あたり1機搭載するが、207から209編成においては、 シングルアーム式の東洋電気製造製 PT-7112A に変更された。2 5 0百2 5 1編成は207から209、編成同様に PT-7112A を採用したが、編成内 MT 比が変更となったことに伴っても、派250から2型に2機、は派250から5型に1機それぞれ搭載する形に改められた。 200K201 から206編成は、東芝製、カブレイ 8A0DC、DC コンバータ、出力 140kW を採用し、モハ200から 1K、マイナス 4K、マイナス6型に搭載する。207から209編成においては、イベット素子を採用した、東芝製、INV114B0 静止系インバータ、SIV、 出力199馬に変更され、同じくモハ200から 1K、マイナス 4K、マイナス6、型に搭載した。250K251 編成においては207から209、編成同様に、IMBEI114B0 を採用するものの、モハ250から3型、クハ250から 6K の1編成2機装備に、改められた。電動空気圧縮機。 CP は 200K201 から206編成に、ついては、静音系の HS-20C、都質量 2130L、民を、207から209編成並びに250、K251 編成は、電動機が交流化された改良型の HS-20I、都質量 2130L、民を、モハ200から 4K、マイナス 6K、モハ250から 2K、 マイナス5型に各1機ずつ搭載する。冷房装置は集約分散式の東芝製ーーマイナス 3002AJ、冷却能力1500キロカロリー、H を1両あたり3機搭載する。屋根状冷房装置カバーについては各社に4から5機搭載された換気装置を含めて一体型の連続形状とされ、100系の衣装を踏襲したものとなっている。 2 0 0系、2 5 0系全編成とも、南栗橋車両管区縦林出張所に配属されており、臨時列車運用などを除いて、特急、両毛を運用のみに専従する。2 0 0系、2 5 0系は日光線における定期運用を持たないが、定期車両検査が日光線南栗橋駅に、隣接する南栗橋、車両管区南栗橋工場で実施される。都合上。 検査り出常時並びに試運転時においては、日光線を走行する。なお、両系列は、通常6両編成で運用されるが、200系201から206編成が、前述バリアフリー対策改造を施行されるに、あたっては、1編成全車を工場へ入場させるのではなく、改造対象となる、もは200から4系、3号車というニットを構成する、もは200から3系、 4号車の2両のみを入場させる形が取られた。そのため、一旦工場へ入場して3.4号車を抜き取った、後に所属車両基地へ改装される際、改造が完了した、同2両を再度編成に組み込むにあたって工場へ改装される際の2度にわたって、1.25.6号車のみで編成された4両編成での運行が実施された。 2014年4月30日に発表された東部グループ中期経営計画2014から2016の基本戦略の中には新型特急の投入日光線伊勢崎線系統と記されており2017年4月から500系電車が営業運転を開始し両毛にも縦林業の下り一本のみ導入された500系は2017年4月28日に 発表された東部グループ中期経営計画2017から2020でもゾービーが計画されているが、本形式の置き換えについては明言されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。